花咲くは未開の地。お、オフローダーの方がいる。おはようございます。今日は CT125 ハンターカブに乗ってソロ2行ってこようと思うんですけれども、今日ね、今時間8時かな、朝の、はい、ちょっと遅めに出発なんですけれども、これから行くのは東京のあきる野市っていうのかな、日の出町っていうのかな、その辺にある林道を1本アタックしていこうと思うんですけれども、私の動画前から見ていただいている方はですね、もしかしたら覚えているかもしれないんですけれども、深沢展望台というところにね、以前行ったことあるんですよ、はい、でその深沢展望台の下げにある林道が今日行く星竹林道、林道星竹線ですね、こちらになります。でここはですね、完全ダート道だというのは分かってます、はい、以前ね、深沢展望台行った時にこの星竹線入ろうとしたら完全ダートだったので、尻込みしてね戻ってきたの、これいつだろうね、昨年の冬だったかな、はい、で今日はねそこをチャレンジしていこうと思います。ではね、まずは日の出町の方まで場面と向かいたいと思います。さあ、武蔵五日市駅到着です。ここからもうね、深沢展望台まであと10分ちょっとで到着ですね。星竹線については、通り抜けできる林道なので、武蔵五日市駅を正面にして右から回っていくルートと、左側から回ってくるルート両方ありますね。で私は先にね、深沢展望台に寄りたいので、今回ここを右に曲がってアプローチしたいと思います。はい、曲がります。でその信号左かな、はい、そうですね、ここを左曲がっていきます。よし、前回来た時はめっちゃ寒かったからね、確か朝方来て気温がマイナス6度とかそれぐらいでしたよね。さあ、だんだんそれっぽくなってきましたね。さあ、こっからね結構険しい山道に入ってきます。ここはねまだ車幅広いんですけど、もう少し上行くと狭くなってきます。結構上の方、前回来た時は落石がいっぱいあってね、気をつけて走らないといけないと思いますので、でこれを左です。左行きます。もうここの辺は2速じゃないと登っていかない。この左上が展望台になってますね。はいはい、到着。誰かいる。はい、展望台到着です。さあ行きますか。はい、ここから先林道星竹線です。はいはい、ここからダートですね。さあ行ってみますか。途中までね車で一回来たことあるんですよ。さあ行きます。この先ね左側が開けてて眺めめちゃめちゃいいです。すごいでしょこれ、ここここじゃあ行きます。さあ、こっから先は未開の地。お、オフローダーの方がいる。向こう側から来たってことは抜けられるんだね。はいはい、行きます。さあ、こっからねずっと下りなんで、下りのダートの方が怖いよね。こっち側から、反対側から来ればよかったな、失敗した。まあでもどんな感じでしょう。うわ、結構荒れてるね。はいはいはい、ちょっとねライン取り間違えると大変っぽい。よし、行こう行こう行こう。 OKOK。 いやー、フロントの空気圧高いなこれ完全に。おお、また来た。ここですれ違うと怖いね。どうもー。めっちゃゆっくりなんだけど大丈夫これ。また腕パンパンコースだなこれ。今のところ砂利がそんなに大きくないんで気をつければいけるかな。
はいはいはい。あ、なんだ、舗装されてる、ここ一瞬だけ舗装されてた。あ、ここもまだ舗装路だね。はい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 。終わったのこれだ。あと道幅もね広くなったし、多分ダートはあの区間だけなのかな。1キロもなかったんじゃないかな。ただ砂利だらけなんでね、滑ると思うんでゆっくり行かないと。あ、開けた開けた、道も綺麗になりました。うん、うん、ハンターカーブでねちょうどいいぐらいの林道でしたね。さあもうそろそろこれも終わりかな。あれだよね、奥多摩のだいぶ手前の瀬音の湯のあたりに出てくる道ですよねこれ多分。お、またダート区間があるんだ。こっからまたダートですね。はい。あ、面白い。もう終わりかなと思ったらまたダートが来ましたね。ただ砂利があんまりないので走りやすい。あ、はい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 、いいよいいよ、大丈夫大丈夫、いいんじゃないですか。ここはね結構好きな林道ということで、本日の動画は、林道星竹線を走るという形で短くね一本まとめさせていただきました。いや、なかなかね、先ほども言ったように初心者向けで非常にライトな林道なので、ぜひね林道を始めていくという方は、うん、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、それではね、最後までご視聴いただいてありがとうございます。またね、バイバイ。これは右ね。